わらび座はふるさと秋田の文化を応援します。わらび座俳優の三重野葵です。本日は秋田ゆかりの平賀源内に扮して北秋田市の魅力を紹介していきます。それではどうぞ。まずはなぜ私源内が秋田ゆかりの人物なのかと申しますと、江戸時代秋田藩の兄道山へ鉱山技術指導に来ていたのです。源内といえば土用の丑の日や発明家のイメージが強いかもしれませんが、私天才なのでマルチに活躍しておりました。改めまして、どうも平賀源内です。こちら兄偉人館伝承館は兄鉱山の歴史を今に伝えています。江戸時代には日本三大銅山とも称されるほど活気がありました。ちなみに私源内の指導した水なし焼きも展示されています。さて次に紹介するのは北秋田市を代表する文化の一つ、マタギ文化。マタギは山の神を敬い、山の掟を守りながら生きる狩人です。こちら宇土温泉マタギの湯のマタギ資料館ではマタギ文化について詳しく展示されています。温泉と合わせてマタギ文化に触れてみてはいかがでしょうか。かつてわらび座でもマタギ文化を題材にしたミュージカル山神様の贈り物を上演しました。マタギの自然と共生する姿はこれからの地球環境を考える上で多くの学びがあります。鉱山開発の歴史とマタギ文化が共存しているのもこの地域の面白さですね。ここで一旦ブレイクタイム。こちらは北秋田市名物のバター餅、早速いただきましょう。このバターのコクと香り、そして優しい甘さ、とろける食感がたまらんね。こんなうまいお菓子は江戸時代にはなかったからな。うまい。もう一個いっちゃおう。お、見えた見えた。それにしても現代は便利なものがあるな。いやー、北秋田市は広いからやはり文明の利器を活用せねば。さてここ鷹の巣駅から私の弟子である織田の直武のふるさと角館駅まで出発進行じゃおっと、ちなみに直武は私が西洋画法を教えました。どうもマルチな天才平賀源内です。いざ参ろうフフフフフ。通称内陸線は道のくの小京都角館から世界一の大太鼓の里である鷹の巣までを結ぶローカル線です。沿線には先ほど紹介したところ以外にも観光スポットがたくさんあります。いくつか紹介していきましょう。米内沢駅から車で5分、浜辺の歌秋田県民歌の作曲家として知られる成田為三はこの地域の出身。その記念館です。ちなみに2015年にはわらび座で成田先生を題材にしたミュージカル為三さんを上演して大ヒットしました。アニアイ駅から車で20分、森吉山は秋田の紅葉の名所です。見頃は例年10月中旬、ゴンドラで登ることができるのが魅力で、これがまた素晴らしい眺めです。この他にも阿仁川を渡る鉄橋は内陸線随一の絶景ポイント、国内外の鉄道ファンの間でも大人気です。はい、角館駅に到着しました。いやー面白かったな。一日じゃ時間が足りないぞ。このマルチな源内がおすすめできるスポットがいっぱいあります。ぜひ皆さんも秋田へ来てくださいね。それでは